こんにちは、こんばんは、鈴木です。よろしくお願いします。はい、今日は、6月の25日の夜、日曜日ですね。で、今、背中のトレーニング見ての通りやってます。はい、まあ、もう今日はすでに始めちゃってるところから、撮り始めたんですけど、まあ、単純にまず大会の結果報告的なことを、例えばすっかり忘れてたなと思いまして。で、あと、まあ、他にもね、いろいろと身の回りでありましたので、はい、まあ、そちらの報告も、いろいろ、まあ、YouTube にもアップしておかないとなと思いました。はい。で、まあ、とりあえずまず、次のセットの前に、一つは、大会の手続きです。まあ、6月、いつだっけな、11日か、はい、ナンバーの、JOC に関しては、まあ、一応結果としてはフィジークモデルで、1位で、クラシックモデルで、2位という結果になりました。はい。で、まあ、今回の結果に関しては、まあ、自分の体的には、まあ、80点です。まあ、自分が満足してない、単純に満足できてないっていう部分が大きいんですけど、で、ただ、若干、まだ、そうですね、いろいろと考えることがあって、っていうのも、マイナス、な点がありまして、はい。まあ、まず、フィジークモデルなんですけど、まあ、数人数がまあ全然集まらなかったっていう点で、まあ、ちょっとまあ楽しめなかったというか、うん、どうしてもね。で、クラシックの方も、まあ、やっぱりね、6月の大会は早いのかな、ね。まあ、人数集まらなかったわけですよ、どちらも。まあ、だけど、まあ、出てくれた人たちは、めちゃくちゃ仕上がって、まあ、そういう意味では非常に良かった。はい。で、まあ、今回僕が甘かったなと思ったのは、まあ、フィジークモデルの方はまあいいやと。まあ、実際、その人数少なかったけど、少なかったけどっていうか、もうほぼ僕だけみたいな状態で。で、ただ、非常に、僕のパフォーマンスは、よくできてたかなと思いました。はい。で、体もだいぶ、まあ、毎回体重は、大会に出るたびに増やせてますと。そのたびに減量の方法を見直したりとか、あとはカーブアップだったりとかの、タイミングとか量とかを、毎回研究していると、かなりね、落とさずにっていうか、実質は別に同じぐらい毎回落としてるんですけど、膨らませ方が分かってきたっていうイメージですね。だから今まで、そうだな、結局こう、脂肪は同じぐらい落としきっても、こう、さらにそこからの最終のカーブアップでの戻しっていうのが、まあ今まで、その、ぐーっと落としたところから、ちょっとしか戻らなかったりとか、当日に疲れが残ってたりとかっていうのが、だんだんなくなってきて、まあ、今もうほぼほぼフルに体を膨らませることが、できるようになってきて、だから結局本当に最終1週間前のコンディションとかはあんまり体重増えてないんですよね、実は去年から。だけど、当日の体重が圧倒的に違う。そう、1週間前のコンディションとしては、例えばもう具体的な数字出すと、まあ去年79キロとかで、同じ時期で今年は、まあちょっと増えて82、まあまあまあ減量で絞ら、落としで、さらに減量もね、お尻のカットがすごい、まあ、出るようになって、まあ、ステージはちょっと今回、まあ、そこも後で言いますけど、ちょっとオイル塗りすぎて、コンディションが、分厚くなってしまったのがめちゃくちゃ失敗だったっていう話なんですが、まあまあまあ、とりあえず体重、基礎体重は増えた。でも、実際のステージの時の、コンディションは、例えば、去年の、
8月のクラシックフィジークの時は79キロだったりとかしたわけですよ。で、9月の、JGP ナバノの時は82だったかな。まあ戻せなかったということです。で、今年2月はまた、プロクオリファイ出た時は、1日目、まずリージョナル賞、マスコンテストですね。マスコンテストリージョナル賞の時は、あの時多分82キロ出てる。だから7番の時と一緒。で、それを、次の日に、量を調節して86まで膨らませました。ただ若干むくみました。でも、良かったと思います。体のコンディション自体は。で、そこから、さらに6月までで、4ヶ月間でさらに絞って、ケツバリバリにして、で、今回、さらに膨らませた状態を作れて、85キロシェル。体重自体は2月より減ったんですけど、かなり、ステージ上での見栄えは良かったと思います。実際、フィジークの時の、体の張りはめちゃくちゃよくなってたと思います。はい。まあ、背中がね、まだまだ甘かったっていうのはあるんですけど。まあそういうのは、だいぶ良くなってますね。じゃあステージ上の体重は、6キロとか7キロとか増やせてるという感じ。じゃあ実際にそれだけ増えてるかって言われると、わからない。まあわかんないですよ、これに関しては。もう本当に、1週間で要は体重がね、5キロとか平気で変わってしまうような人間なわけです。なので、わからないですね。はい。まあ、筋量増えてるか増えてないかで言ったら多分増えてるんだろうな、と願ってます。っていう感じ。まあ、体の形良くなってればいいです。はい。で、まあいいや。ちょっと一旦、次の設定やります。いい感じですね。ちょっとインターバル大きすぎた。喋りすぎた。まあまあまあ、ちょっと思うところがいっぱいあるわけですよね。自分に対して。はい。で、まあまあ、筋量増えてるか分からんけど、体の形は良くなってる。とで、ちょっとね、今回の成績から、今度は、まあ、ナバはもうとりあえず取ったことにして、来年、来年、リージョナル賞夏に出て、アマチュアオリンピアに挑戦しようかなと、ちょっと今計画立ててますと。まあ、実際どこまでの仕上がりとか増量になるか分かんないですけど、まあ増量を今すると。てかもう今増量に入ったっていう形なんですけど、皆さんも、詳しい方はご存知かもしれないですけど、フィジークの、プロコンテストに、体重制限がかかると。で、おそらくクラシック以下であろうと。で、まあ、僕の予想だと、まあ、大体アマチュアのクラシックフィジークの、制限体重と、プロの、メンズフィジークの制限体重が大体一緒ぐらいになるんじゃないかと。クラシック以下ということはそういうことですね。で、例えば僕の身長が今175とか6とかなんですけど、まあ、この間の健康診断の時 177.6 とかいう数字叩き出したんで、まあ、謎に身長伸びてたりするんですけどね、まあ、それは置いといて、今僕の身長だと、一応アマチュアの NPC のクラシックフィジークだと 88.9kg で、プロになるとリミットが、94.5 とかだったかな、まあ、約95ぐらいだったと思います。はい。まあ、5キロぐらい差があるわけですね。で、まあ、プロもまあそんな感じになるんじゃないかと思います。なので、
まあ、仮にじゃあ僕の身長で、まあ、90弱ぐらいの、プロのメンズフィジークの、基準だとすると、まあ、そこからさらに落ちると、まあ、85とかになるわけですよ。で、僕の今の体のサイズ感、まあ85で、かなりいい感じのコンディションになる状態から、今僕は、その動画と同じタイミングで、発表された、ヘッドジャッジの、審査基準でいう、背中の、セパレーションがめちゃくちゃ重要。セパレーションというのは筋肉が分かれている状態で、今僕の背中がすごいのっぺりしている状態です。なんでかというと、これが鎖骨の長さ、よくアジア人にいるんですけど、謎に、アジア人結構鎖骨が長い選手が多くて、まあ、ジェイミー・ブエンディアンみたいな、肩幅が広い体型の、選手がね、まあまあいるわけですけども、僕もそれに習ってではないですけど、まあ、そういう風に生まれてますんで、自然的にちょっと背中がね、幅は広くなるけど埋まりにくいっていう状態ができるわけですよ。で、しかも胴が長いとよりそれが顕著になる。まあ、僕も決して別に足がすごい短いとかではないけど、別にね、あの足が長いわけじゃない、胴が短いわけではないので、そうすると単純に面積的に広いと。で、面積的に広いと付け同じ見た目に持っていくために、必要な筋量が違うわけですよ。で、そうすると、背中をまだまだいっぱい筋肉つけないと僕の場合はいけないんですね。で、筋肉がついてる部位の方が痩せやすいと、いうのは、分かるかなと思います。中のね、筋量が膨らんでれば皮膚自体も薄くなるので、より顕著に痩せた状態に持っていける。で、お尻と背中が今の僕の中で課題だと思ってるので、その2つを頑張って増やしていこうと思ってるんですが、それをすると、おそらく来年3キロぐらい仕上がりが上がるんではないかと予想してます。で、そうすると、まあ、クラシックのアマチュアでギリ、で、まあそうですね、そうするとメンズフィジークが出れないんじゃないかなと思ってたりします。まあただこれは、例えば、軽量を直前までディプリートかまして、グリコゲン抜いて水分ぶっ飛ばして、で、まあ、1日で戻すみたいなことをするか、もうステージ直前に減量がある場合は、もうそこで一気に減量した瞬間から戻しまくるという形も考えられるわけですが、かなりリスキーですよね。で、そうするとまあ来年決断しなきゃいけないと、どこまで落とすか、クラシックまで出れるようにするか、メンズフィジークを狙っていくのかっていう決断をね、来年はしなきゃいけないんじゃないかなと思ってます。で、まああとね、多分肩腕の筋量はそこまで必要ないという感じだと思います。で、大事なのは大胸筋上部、胸ですね。で、あとは多分お腹周りコンディション、まあ腹筋が抜胸筋割れてると。で、まあここだけはクリアして、で、問題は、胸をもっとつけようかなと思ってる。まあ僕の中で胸かなりストロングポイントなんですけど、さらにつけようか、で、背中もさらにつけようか、で、大きい部位ですから2つとも、で、お尻もつけるってなると、まあこの3箇所集中して取り組んだ場合、体重が思いっきり増える可能性があるんで、まあ来年入ってからですよね、決断するのは。どれぐらい実際増えるか増やせるか分かんないですから、はい。まあでも大体今までもちゃんと増やせてきてるし、大会中でもね、はい、年に3回4回大会出ても一応改善できてるので、今のやり方でまあまあいけるんじゃないかなと思ってますよ。てか大会に出るたびにトレーニング量がバカ増えるので、僕の場合は、まあ必然的に筋量もまあ増えるっていうか、体が耐えられるトレーニング量が結構多いみたいで、体力があるんだなと実感してます。まあそんな感じでね、まあいろいろと、まあ
この大会側の事情も変わって僕もいろいろ決断しなきゃいけないかなと思ってますよ。であとはね、こうナバの運営体制も変わって WFF と別れるんじゃないかなと、実際も別れてるんじゃないかなと思いますので、まあその辺もね考慮して、とりあえず一番安定して出られそうなところに、まあ計画は持っていこうと。まあ、もしだから来年のその夏のタイミングとかでいい大会があったらそっちにシフトしてもいいんですけど、まあとりあえずは今のところ夏のリージョナル賞と、秋じゃない冬のアマチュアオリンピアを狙っていくかなという感じです。はい、次のセットやります。ベントローは毎回手幅を変えたりとか、まあ逆手が今メインで広背筋のボリュームつけようと思ってるんでやってるんですけど、まあ順転したり手幅変えたりもしてます。はい、で、まあそんな感じで大会の計画は組んでて、で、まあそれに伴って、まず弱点を洗い出してみたんですけど、まあ大胸筋は上部つけると。はい、で、まあ腹筋はいいと。てかあんまりつけるとマジでウエストが太くなりすぎちゃうので、ちょっと若干控えてるぐらいの感じ今は。で、足をとにかくケツをメインで狙って、ちょっと最近外してたデッドリフトとかを、しっかりと取り組んでいくようにしてますと。で、だいぶ、まあ、太ももの筋肉はかなりついたんで、まあ、お尻もね、はい、きっちり絞り切れるように、つけますと。で、今年背中で取り組んでたのが、僧帽筋の中下部です。はい、でそこを狙ってガンガントレーニングして、まあ、必然的に、肩のリアも、膨らんでくるので、それによって肩幅というか肩の丸みかなり改善しました。で、もともと背中に関しては大円筋はすごい発達してくれてて、幅はすごいあったんですけど、さらにそこから、脊柱周りの厚みが出てきて、背骨の上部の方もだいぶ埋まってきました。で、あとは、この広背筋のセパレートと、単純に薄いっていうのを、改善しなきゃいけないので、広背筋周りに、集中して刺激が入るように、ローイング系を、逆手で、ローイング系も、プルダウン系も基本的には逆手で中心に、肘が体の前を通るようにやっています。脇が締まるようにね。で、まあ、プラス、まあ、プルオーバーだったり直接広背筋を狙う種目なんかも取り入れつつっていう感じですね、今やってるのは。で、胸に関してはもう上部狙いでずっといく感じ。うん、で、腕はね、今、まあ、太く、個人的には太くしたいです。まあ、クラシック見据えてでもあるんですけど、まだまだ太くしても、まあ、バランスは多分僕の場合はまだまだ崩れないと思うので、まあ、引き続き腕肩はバランスを崩さないように取り組んでいきます。というか多分背中と胸が発達してくると自然と追いつくように発達するというか、扱う重量が増えればね、自然と出てくるので、まあ、そこは OK。 はい、でカーブのトレーニングが好きなんですけど、カーフだけバカ太くならないように、ちょっとカーフも今抑えてるっていう感じですね、トレーニングに関しては。まあ、とりあえず今一番弱点なのは背中なので、背中のルーティーンをかなり多めに組んでます。はい、多めに組んでるというか、基本的にはルーティーンずっとこう2箇所を、2箇所というか背中、肩、胸、腕で足でどっかで適当にインターバルデーがレストデーが入ったり入んなかったりするような状態だから、連続でやってたらすげえ数こなす感じになります。で、ダブルスプリットになったりならなかったり、まあ今は無理やり、減量中は無理やりにでもダブルでもトリプルでもやるんですけど、今はね、そんなにこだわってないっていうか、消費しすぎるとやっぱ増えないので、痩せたい時はいいんですけどね。
まあ、なんで、まあ、今はとにかく体を大きくするように、的確に刺激を入れてやりすぎない程度に頑張ってます。まあ、だいぶ怪我もねするようになってしまってたので、まあ、いい機会です。であとは単純に仕事が忙しいです。はい、次のセットやります。はい、次の種目、久しぶりにハンマーのアイサプルダウンにしてみました。うん、やっぱりちょっと間開けてからやってみるといい感じですね。連続でやってる種目はだいぶ刺激が慣れてきちゃうというか、ベンプローがね、この間ちょっと180でやった刺激で体がもう慣れきっちゃったみたいで、今回ちょっと100で逆にストレートでずっとやってみたんですけど、あまり、まあ収縮はコントロールでだいぶ無理やりかけられましたけど、あんまりあれだな、いい刺激じゃなかった。まあちょっと後日でハンマーで やり直しっていうか刺激入れ直す感じでいきたいと思います。んで、まあ仕事がだいぶ忙しい感じっていうのは、まあ単純にあれですね、6月の末で、うちの店が閉店しますということで、もう長年、7年ぐらい、やってきた、あのだからここのっていうかこのチャンネルの YouTube をちゃんと本格的に稼働させた時にはもう僕ここにいましたからね、ここでずっとこのチャンネルを運営してきたわけですが、まあ、このチャンネル自体は僕が学生の時に作ったチャンネルなんで、かなり古いんですけど、真面目に稼働させたのはここに来てからなんで、はい、もうだいぶ経ちましたね。で、まあまあちょっといろんな世の中の事情もありまして、はい、まあ皆さんがね想像すると思いますし、まあ、うちの後ろでグループの、公開情報でいろいろその辺の事情が載ってますので、気になる人は、後ろでベビーの名前でもネットに打って調べてもらえればすぐ出てくると思いますと。はい、でまあまあ、まああともう今これ撮ってるあと5日後に閉店するわけですよ。でまあずっとね、だから閉店のこうやりながらの減量でしたからね、もういろいろ、まあ、負担は体にも心にもくる感じでありましたけども、まあそれも
あともう少しで閉店で、ただね、ここのマシンだったりとか、あと僕の今後の行き先だったりとか、いろんな準備がありまして、まあ、今とってもありがたいことに忙しくさせていただいているという感じでございますよ。望んだ忙しさではないかもしれないですけども、まあ、ただこれをね、こういうちょっと天気をチャンスにして、まあ次にね、新しいことにちょっとチャレンジしようかなという、計画を立てておりまして、で僕の方は、7月の、中旬以降、まあ、後半ぐらいの日程で、引っ越しをさせていただいて、北海道の方に拠点を移して、今後とも、活動を、フィットネスに携わる活動をしていこうかなという計画をしておりますと、はいね関東で長らくお世話になりましたけども、僕はね、こっち関東ではね、横浜で最初仕事させていただいて、その後浦和に行って、浦和って埼玉市ですね、埼玉市の浦和で仕事させていただいて、で今ここにいるわけですよ。で、その間にもね、他の、都内にあったお店だったりとか手伝ったり、テレビに出ちゃったりとか、まあいろいろさせて、いろんな経験をさせていただいて、ね、こっちでいっぱい大会出てるおかげで、全国紙というか、フィットネス系のアイアンマンだったり、月刊ボディービルディングだったりとか、いろんな雑誌にも写真を掲載していただいてとかありまして、まあ、ありがたいことに、SNS もたくさんフォロワーさんがついてくださってますので、まあ、今後とも皆さんの期待を裏切らないように、僕自身は上を目指して取り組んでいくと、でプラス仕事の面でも、まあ、会社に貢献できるように新しいことにチャレンジをしていこうかなと考えております。まあ指導パーソナルトレーナーとしての、指導業務がメインというのは変わらずです。はい、まあ、実際にどうなるかっていうのは向こうに行ってみないとまだ何とも言えないというか、計画はかなり具体的に詰めてますけど、まあその結果がね、まあ、伴うかどうかは実際やってみないと分かりません。もちろん結果を出すようにやりますよね。はい、まあ、まあとりあえず、北海道に拠点を移して今後はやっていきますんで、皆さんよろしくお願いします。はい、ちょっとまた次のセットいきますしかし北海道に引っ越すってなると、まあまあ、僕はもう家族ごと、うちの妻もうちの会社にいますんで、まあ、家族ごと引っ越すことになるんですよね。で娘も一緒に引っ越すんで、まあ、その決断がね結構でかいです。はい、まあ、みんなついてきてくれるので、まあ、家族で頑張って支え合って生きていこうかなと思います。であとね、だいぶ環境的に変わるのが、まあ、店舗、今のところ店舗でベタ付けで今みたいな感じで仕事する状態ではなくなるっていうことと、で、あとプライベートというかこの選手活動でいうと、まあまあどうしても大会が僕が出るそのプロクオリファイとか、まあ、その全国規模とか国際大会とかいうラインの大会になると絶対こっち来ないといけないですよね今までは年気軽に
ね、関東で、大体大きい大会は関東でやるから、気軽に年に、3回も4回も下手したら5回以上出たりとかしてまして、年から年中ずっと減量してるみたいな生活を送ってましたが、まあそうもいかなくなりましたね。だからこそ、途中で言ってた夏のリージョナルショーを狙っていくと。で、北海道は大体いつも、8月に入る前、本当に7月末ぐらいとかに、7月末か7月の中旬ぐらいで、その北海道で FWJ の NPC の大会があるので、まずそこに出て、クオリファイを取ってから、まあ、11月なのか12月なのかわからないんですけど、来年は、アマチュアオリンピアを、出場しようかなと。アマチュアオリンピアジャパン、ね、で、まあそこで万が一 FBB プロ取れたら、多分ジャパンプロでに出たりとかしちゃうかもしれないですよね。はい、まあまあまあ狙ってはいきますよ、そういう状況ね、来年は。で、ということで、それに向けて、まあ7月、まあ、どれぐらい増量するかにもよりますけど、10キロ以内であれば3ヶ月前で十分なので、僕の場合は、まあ、100今の状態だったら、まあ仮に100体重100キロいっちゃったとしても、まあ多少筋力増えてるでしょうから、まあ100キロぐらいまでとかだったら、まあとりあえず、3ヶ月前だから、7月末、6月末、5月末、4月末か、で、まあ4月ぐらいから、年には年を入れて減量を始めるというような感じだから、でそうすると、まあ4月末だとしても、まあ5ヶ月間と、12、11、9、12、11、19、8、7、結構ありますね。こんな何ヶ月も自由に飯が食えるなんていうのは、もう今までにここ数年なかったので、なんかなり楽ちんですね、生活は。毎日決まった食い物食って、いやいや減量してる状態から解放されるっていうだけでも、まあ今のところ幸せ。毎日アイスが食えると、甘いものは好きなので、毎日甘いもの食べられるだけで割と俺は幸せです。はい、あと家族とかね、あの友達とかと飯行くのにあまり気を使わせなくて済むっていうのはかなりでかいですよね。酒も飲めるし、お酒の誘いを断らなくてもいいっていうのは非常にありがたいです。はい、まあ普通の生活を、普通じゃないかもしれないけども、すでに普通の、なるべく普通にの人と同じように、生活ができるようにしていこうかなと思います、来年の4月ぐらいまでは。はい、っていう感じです。であとね、まあいろいろちょっと北海道に行ってからやりたいことがいろいろありまして、まあ、それを一つ一つちょっと実現していこうかなと思ってます。はい、まあ、そんな感じでね、頑張っていこうかなと思いますので、皆さん今後ともよろしくお願いします。はい、じゃあトレーニング再開だ。
OK、はい、今回の動画はこんなところで、はい、背中のトレーニングやりながら、まあ、いろいろちょっと報告だったりとかね、はい、させていただきました。はい、まあ、今後の計画に関しては、さっき言った通りで、あとね、まあ、残りわずかですけど、お店の方は頑張ってやっていきます。はい、で、あ、そうそうそう、ちょっとね、いろいろ新しい取り組みをしてみています。はい、まあ、オンライン、コーチングだったりとか、あと、アパレルとかね、ちょっと自分の着たい服を作ってみたりとかしてみてます。もし、興味があったら